各国の65歳以上、人口割合老人高齢者は、社会の中で、他の成員に比して年齢が高い一群の成員の、ことである。ただ高齢者という年齢の定義は一定のものはない。日本語においては、同義語として老人、年寄り、お年寄りなどの言葉がある。また、この世代を老年と称する場合がある。高齢の線引きは曖昧かつ主観的な部分があるが、 世界保健機関の定義では、65歳以上の人のことを、高齢者としており、また、定年退職者もしくは、老齢年金給付対象以上の人を言うことも、考えられる。65から74歳を前期高齢者、75歳以上を後期高齢者とされる。高齢者の医療の確保に関する法律、及びそれに付随する、各種法令では、 65から74歳までを前期、高齢者、75歳以上を後期高齢者と規定している。各種公的機関が行う人口調査では、65歳以下を現役世代、65から74歳を前期高齢者、75歳以上を後期高齢者と区分している。過度の社会保障受益や認知機能や身体機能が低下し、認知症、 寝たきりなど疾病にかかりやすい高齢者に対する介護の疲れや社会的負担から高齢者に対する言語や高齢者虐待が増えてきた。これを受けて年を取った年寄り、高齢のといった年齢を強調した表現を避け、より経験豊かな先人のといった価値中立な表現を工夫して用いるような傾向が出てきている。例えばオールドではなくシニア、 エルダリー、エイジド、後期高齢者医療制度の名称や、高齢ドライバー標識の異常変更など。なお、従来、老人という言葉が広く使われてきたが、最近、差別用語ではないかという意見がある。日本の公共交通機関には、高齢者、障害者、病人、怪我人、妊婦などのための優先席が設けられているが、 日本国有鉄道や東京都交通局など一部の事業者はこれをシルバーシートと表現していた。ここから日本においては高齢者のことをシルバーとも呼ぶようになった。また、高齢者が自身をシルバーと表現することも多く見受けられる。高齢者の職業技能を生かすためのシルバー人材センターという名称の施設が各地に存在している。 OECD 各国の65歳以上人口における認知症者認知症有病率は65歳未満の労働年齢層では2から10%と稀であるが80歳を超えると急に高まり95歳以上になると欧州では約半数が罹患している OECD はもし年齢別優勝率が現在のペースのままであれば20年後の欧州は 認知症患者数が現在の1.5倍になると予想している。円熟型過去を後悔することもなく未来に対しても希望を持つタイプ。寛大、ロッキングチアー型現実を受け入れるタイプ。物質的、情緒的な支えを与えてくれる人に頼る傾向がある。安楽に暮らそうとする。防衛型から若い時の活動水準を維持しようとするタイプ。老化を認めない。 分外型引く老いに対する不満型者への攻撃となって現れるタイプ。人生の失敗を他人のせいにする。実績型人生を失敗だったと考えて塞ぎ込むタイプ。自分の至らなさのせいであったと考える。世界人口における65歳以上、人口割合ある国、地域において、高齢者が人口の7%以上を超えると高齢化社会14、14%を、 超超超えると高齢社会21を超えるるるととと高高齢齢社社会会を呼ばれる日本では1935年では4.7%で最低であったが2007年では21.5%となり超高齢社会となった。日本では2050年代までは世界一位だが2060年以降は世界二位以下になる。一般的に一部の高齢者は 経験を積み、様々なことに熟達しているとされる。加齢に伴う認知機能及び運動機能の衰えや、老衰に伴う記憶力の減退等といった理由により、第一線を退いた者は多いが、その豊富な経験と、その経験によって導き出される感は、学習によって得られる知識や、練習によって習得する技能を超えた効率を、発揮する高齢者も中には存在する。 これらを若者は学ぶべき点は学び、また後代に伝えるべきものとされる。高齢者は古くより社会的には年功序列や選挙での高い投票率によって一定の地位を獲得しているが、現代と違い古代から近代初期にかけては医療技術が発展していなかったので、高齢になるほど希少な存在となり、長らくは古老や長老と呼ばれる、 高齢者に対する特別な損傷が存在する。儒教に基づく敬老の考えは、高齢者が尊敬されることに一役買っている。日本の人口ピラミッド2018年の内閣府の発表では65歳以上の推計人口は3558万人であった。これは総人口のうち28.1%である。第二の人生というように高齢者は、 定年になると働くことをやめていたため、高齢労働者割合は低かったが2017年現在は、高齢になっても働くケースが増え、高齢労働者は、労働者のおよそ1割を占めている。一人暮らし社会の高齢化、各家族化が急速に進んだことにより、高齢者の一人暮らしが増加した。1955年に42万5000世帯だった、高齢単身世帯は、 1965年に79万9000世帯、2005年には386万世帯、2015年には380万世帯となっている。高齢の運転者による交通死亡事故2005年度の上半期の全国の交通事故による死者のうち、高齢の運転者による死亡事故が増加。 この状況を受け警察庁は安全教育に加え、高齢者の個々の運転能力に応じた対策も検討を重ねる必要があるとして、75歳以上の高齢者の運転免許更新時に認知機能検査を盛り込んだ道路交通法の改正を2007年の通常国会に提出し、2009年6月から施行されることとなった。 2019年には相次ぐ高齢者の運転事故が大きな話題になり、自主的な返納、免許の制限といった議論が活発になった。免許の制限を望む声の一方で、地方では車がないと生活できないといった現実的な声もある。高齢者の孤立仕事や家族等の社会的なつながりが、亡くなった高齢者の孤独死、犯罪をおかし刑務所に、 社会的なつながりを求めることが問題となっている。医師の加藤敏則によると、30から40年間会社勤めを続けた場合、脳も会社で働くことで機能することとなり、退職後は、社会的に孤独で孤立した高齢者ほど、本質的な脳の何割かが使えなくなる、状態が生じ、理解力が低下したり、周囲に注意を向けられず自分勝手に移ることになる。 高齢者の攻撃性 NHK が65歳以上の高齢者487人を対象に行った調査によると約半数が日常生活の中で感情が抑えきれずに切れてしまうことがありさらに3割が年齢とともに感情のコントロールが難しくなっていると答えた精神科医の西、大野正則は核家族化の確立した社会において 高齢者が一人ないし配偶者と二人での生活を送る中、運動機能の衰えから行動範囲が狭まることや IT、情報技術の進歩についていけなくなることで社会から見捨てられたという思いを強くし、社会に対して攻撃的になる可能性を指摘し、変化しつつある現代の社会環境に対する脳の反応として、高齢者が切れるという現象につながると述べている。 さらに、西田は、加齢によって、性格の繊維化が生じ、若い頃期が短かった人がますます短期になるケースや、前頭葉機能の低下によって攻撃的になるケースを、挙げている。医師の加藤俊則によると、脳機能の低下が、聴力や記憶力の低下をもたらし、その結果他人の話がうまく理解できなくなり、感情を爆発させるケースもある。精神科医の和田秀樹は、 自己愛が満たされず、自分は、周りから大事にされていないという気が感か,から感情が、暴走してしまう高齢者が多くいると指摘している。厚生労働省の提言、健康日本21の資料では、生産年齢人口、幼年期0から4歳、少年期5から14歳、青年期15から29歳、壮年期30から44歳、中年期45から64歳、 高年期65歳以上という区分をしている。健康日本21厚生労働省。www.mhlw.go.jp2019 年6月13日閲覧。e、ヘルスネット、高齢者2020年2月11日閲覧。e、ヘルスネット、高齢者2021年10月9日閲覧。 高齢者の医療の確保に関する法律施行令、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則。前期高齢者交付金及び、後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に、関する政令。高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の、前期高齢者交付金等の額の算定等に、関する省令。後期高齢者医療の調整交付金の交付額の、算定に関する省令。 ABC 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則高年齢者等の雇用の安定等に関する法律統計局ホームページ愛高齢者の人口世帯総務省統計局2013年8月13日閲覧老人という言葉を使うと差別に当たるのか最近は高齢者という言葉の方が多くなった 東洋経済オンライン2018年8月7日 ABC アドレッシングディメンシャーザ OECD レスポンス OECD チャプト1土井10.17879兆7892億6423万 1726EN 新藤高子介護福祉ハンドブック高齢者の心理1999年一橋出版53ページ 今度を務む、よくわかる高齢者の心理改訂版2010年、中西屋出版。59ページ、ワールドポピュレーションエイジング、1950から2050、ユナイテッド・ネーションズ・ポピュレーション・ディビジョン、第一小高齢化の状況。内閣府。2019年7月29日閲覧。第一小高齢化の状況。内閣府。 2018年9月18日閲覧。AB 賞は44年版厚生白賞平成17年国勢調査。平成27年国勢調査から、抽出速報集計結果から見る、高齢化社会マイナス。2018年5月22日閲覧。主張、高齢者の重大事故免許定年制の、検討必要だ。産経ニュース。産業経済新聞社。 2019年4月29日閲覧。高齢者の自動車運転従来以上の制限が必要だ。毎日新聞。2019年4月29日閲覧。目線読者から高齢者の重大事故免許定年制。的外れ。早急に検討を。産経ニュース。産業経済新聞社。2019年4月29日閲覧。池袋暴走 80代以上免許返納を、地方暮らし者が必須。東京新聞。2019年4月29日閲覧。おじいちゃんとおばあちゃんの犯罪。高齢化と犯罪の関係。2018年5月22日閲覧。5年で15倍5000社長家族の希薄化が背景。2018年5月22日閲覧。 FNN プライム2018、ABC おはよう日本2017、ABC にした2018、あかね2017。ありがとうございます。